何だ。あ、お昼遅いからね。はい。ね、お父様の県や会の舞台日替わりでクラブメンバーさんが登場します。そういったプログラムを元に渋谷県政府発展団としてはい、一歩振り返ってください。はい。そこの2回目、お手伝いいただく、MC のパーソナリティさんは、山口さんです。はい。自己紹介の方をお願いいたします。はい、ふわふわのあれって何ですか、はい、ふわふわのあれなんかあのさっき食べたんですけど、はい、ふわふわの、はい、あ、一応内緒にしとく、内緒にしとく、ふわふわのしわしわのふわふわなんか気になるふかふかって感じ、はい、1名様にそれも合わせてくれてレモニちゃんも食べたあれですね、はい、私も食べました、美味しかったです、はい、それでは鈴木さんの紹介に入っていきます。 BMW 専門店のスタイルファクトリーオーガニックサイエンスマグアムです。豊かな今を創造する篠里浅川慎子、以上各社の提供でお送りいたします。はい、48回目ね、もう間もなく50回記念です。はい、ね、そんなにやってるんですよ、知らなかった、知らなかった、やばいな、もっと有名にならないと、歴史の一端を担っていくということで、はい、その通りです、はい、はい、頑張ってください。はい、ここでね、かかっているご紹介です。はい、東京ジャンケンスターラビリンスです。映像とともにお届けします、はい、どうぞ。
絶好調かもしれないです。あ、何か感じるのかな、なんかいい感じ。なんかお仕事も本当にありがたく、いろんなことさせていただいて、うん、貴重な経験をさせていただいて、うんうん、このラジオもそうですし、はいはい、番組もそうですし、うんうん、本当にいろんなことをさせていただいてるなって。ありがたいね。本当にありがたいです。私も大学2年生なんですけど、はい、この時期に、うん、将来のことをいろいろ考えて、うん、自分のやりたいことをいろいろやらせていただいていて、本当にありがたいなって思いますし、最近の私、最近、うん、ちょっと昔からよくある癖なんですけど、最近、なかったんですよ、ちょっと前まで、うん、病んでたんですけど、うん、小さい頃からちょっとドジというか、やんちゃなのに、うん、木登って落っこちたり降りれなくなったり、うん、いろんなとこを登ってって、降りれなくなったり落っこちたり、ガランサリコとかに、やんちゃだけどドジっていう、ダメな。あとなんか食べないよね、とりあえずもう出発しない。秋なのかな、秋の冬なのかな、なんかお芋、さつまいも
秋に出るじゃないですか。出るね。やたらさつまいもになる、はい、芋になる。そうですそうです。でなんかお札っていう、うん、なんか私の好きなスナック菓子があって、うんうん、さつまいもで秋限定なんですよ、はいはい、あれね。だから毎年それが楽しみで、うんうんうん、でもちょうど番組から、うん、あの深夜生放送の番組なので、うんうん、朝方に帰ってきて、まだ一部のコンビニしか行ってないぐらいの時間、はい、うろうろしてて、うん、お札が無性に食べたくなって、ご褒美に食べたいと思って入ったんですけど、ご褒美か、はい、なんですけど、なくって、うん、その後、もうコンビニを見つけるたびにお札を探してます、うん、お札ってあの現金の札じゃないですか。違います、違います。俺札って言うとさ、お金と思っちゃう。さつまいも味のことお札って言うんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですね。お札も探してるんですけど、うんうん、あんまりなくって、うん、見つけたらレアなんで、うん、本当に美味しいんで、うん、季節のものですね。限定品だし美味しいよ。そうなんです、限定品だし、うん、今しか食べられない、うん、どういうやつですか。なんか、うん、ちょっと葉っぱっぽい形でした、うん、チョコレートスナック菓子、スナック菓子です、ね、甘いんですよ。甘じょっぱいというか、うん、すごい癖になる感じで、うん、私は大好きで、そういうのが好きなんですね、うん、よく食べてるんですね、うん、戻りきました。ね、テレビでは聞けない、それ、これ大事ですね。で、この辺りで、ラジオ CM でやってみましょうか。はい。ね、ちょっと別に、ちょっと小休止です。
例えば、ね、高橋さん、なるほど、めぐみちゃんと、二人紙芝居、紙芝居だから噛んじゃったけど、この二人紙芝居は紙芝居高橋さん、ゆうこさん、ね、吉尾さんの提供でお送りします、こういうこともできるからね、もちろんね、世の中頼むのがありませんから、余裕だと思いますけど、ルール説明です、はい、昔懐かしい、懐かしい紙芝居ありました、昔話のような感じです、ある程度いい人が太陽マットを引き上げました、ね、あの墓地が死んでしまったとか、まあ、すごい悲しい、大体おじいさんは大体悪代官の 役やってるんですよね。なるほど、そうそう、でおばあさんもたまに時たま悪いことがあります、でも最後はハッピーエンドで終わると。そうですね、はい、ハッピーエンドがいいです、まあ、大人になると忘れがちな昔話、そうですね、紙芝居、その記憶を蘇らせるように自分がちょっと作りますので、うろ覚えなんでね、うろ覚え、そこをね、レモンちゃんとやり取りしながら、はい、紙芝居、今日始まったばっかりの紙芝居になってません、はい、そうですね、会話上の紙芝居紙じゃないじゃないですか、作りますね、作りますね。まあ、これはね、ここ同じようです。これは同じようになると、ちょっとね、こうやってます。はい、頑張ります。はい、頑張ってます。はい、頑張ってます。はい、いきますね。はい。昔私のところに、おじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは、前へ洗濯に、おばあさんは、縁側で来てね。お菓子を食べながら、うんざり返っていました。そのおじいさんは昔々おばあさんに洗濯をしてもらったり、肩を揉んでもらったり、いろんなことをしてもらっているおかげで、今はお父さん、おじいちゃんになり、そしておばあさんがやっていた洗濯を自分で自らやってあげる優しいおじいさんに変化していたのでした、優しいおじいさんだったんですね、優しいおじいさんはその後どうなったんでしょうか。おじいさんは実は洗濯はしたことがなかったものですから、川へ洗濯に行くと洗ったものをそばに置いておいたんですが、一瞬のうちに高波にさらわれ洗濯物がなくなってしまいました。あ、ちょっと待ってくれ、待ってくれ、その時です。トゥルッテルッテルッテルッ、携帯電話が鳴りました。もしもし、お母さん、あ、今洗濯中だよ、ちょっと忙しいから後にして。難しいですね、ちょっと状況が、頭が追いついてないんですけど、でも携帯電話使う、優しい話しか入らないよね。確かに、ね、どうですか、それ。携帯電話おかしいですね、うん、はい、実はね、その携帯電話話していたのがいいんですけど、それすらも流されて、その おばあさんと連絡が取れなくなってしまう。何時にいたの？おかしいでしょ、言われました。おじいさんが言ったんですよね。理解力が追いついてるんですよね。ちょっと良かったです。そしてはい、そうしたらもうおばあさんがカンカンもう角が出てるんですじいさん、洗濯っていうのはちゃんと洗って持って帰って初めて洗濯って言うんだよ。ゆきさんが暴走してる。冗談じゃないよ、おじいさん。もう、げんこつです。せっかくいいことをしたおじいさんがげんこつを行っちゃった。いやかわいそうなおじいさん。天のご加護はないのでしょうか。ありますよ。そんな時に天のご加護はあるでしょう。こんな感じです。あー、天のご加護はありますよ。
るよ。きっと君とありますよ。なんか歌ってます。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。ゆっきーさん歌ってまーす。てんてんまり、てんてんまり。あなたのてんてんまり、てんてんまり。歌ってました。歌って踊りました。おじいさんには、これからいいことあるでしょう。なぜかと言えば、選択に。そうでしょ、悪気があってさ、ね、これまで失敗したってことあるじゃん。そうだね、やってはいいけど空回り。なんか途中で踊り出したり、はい、紙芝居一緒なんです。